マースはバカにすんなよ。だってメソポタミア文明とかエジプト文明とか中学ぐらいで習ったじゃん、社会で。中学の社会ぐらいで、歴史のね、社会っていうか歴史か、歴史で習ったじゃないですか。メソポタミア文明とエジプト文明ぐらい知っとるわ。場所言ってみて。だからエジプトはエジプトでしょうよ。エジプトってのはだからスフィンクスとかピラミッドとか、あれ違ったっけ？そうやってでしょ？だからそのピラミッドってのはあれだからあれでしょ？なんか王みたいな偉い人のなんかお墓みたいなもんでさ。で、メソポタミア文明は、どんなだっけ？はい。あ、ちょっと、納豆ご飯が来たみたいなね。メソも、め、メソ。これさ、納豆をさ、醤油とかかけてさ、このからしをこの上に乗せる感じ、なんなの？からし混ぜたくない。でもここの上で混ぜちゃったらご飯も混ざっちゃうじゃんみたいな。食う時に別に取ればいいやん。でもね、まあ、社会のね、勉強とかでありました。まあ、さっき言ったね、メソポタミア文明とかね、エジプト文明とかありますけど、まあ、ある種、今、ネット文明っすよね。まあ、そういうね、なんて言うんですかね。まあ、今、リアルタイムで進んでるものだから、あんまそういうなんとか文明って今、リアルタイムでは言われないかもしれないけど、今ってネット文明っすよね。まあ、そういうさ、歴史というかさ、なんて言うんですかね。そう、文化があんまりこう、ねえ。よいしょ。まだ文化が浅いし、なんて言うんですかね。まあ、いや、この話いいや。
すっげえどんだ、ね、すっげえ話変わること言いますけど。あの松本清ってあるじゃないですか、松清ドラッグストア、うん、あれをさ松本人志が CM しないのかなって思ったことない？俺だけ？ま、なんかすげえ話変わっちゃったけど、松本清って CM を松本人志がやるみたいな、俺だけかな、松清の CM、 松本松清みたいな。あ、してるの？あ、もうしてるんだ。昔ネタにしてた。あ、そうなんだ。それ知らないわ、俺。それやんないのかなってずっと思ってたことあるね、俺。うん。ガキの使いとかでやってたの？俺、別にガキの使いとかそんな見ないから。もうやってたんだ。松清って安くもなく中途半端。そうかな、安いと思うけどな、普通に。安くない、そう。まあ、てかスーパーはさ安いよね、普通に。いや、もちろん松清が特別安いってわけじゃないけど、まあコンビニとかと比べると当たり前だけど安いじゃん。まあ、そっちの安いで言っちゃったな。別に他のスーパーと比べて、まあ、例えばペットボトルのコーラとかが、松清だけ特別安いとかでもないと思うんだけど。まあ、別にでも、普通に、安いか安くないかで言ったら安いんじゃないの。それ同じジャンルのスーパーとかのなんか、ところと比べたら別に特別安いわけじゃないと思うけど。てか、あそこ、あれぐらいの値段の次元で言ったら、それ以上安くできないでしょ、だって。貧乏飯とか、いやいやいや、貧乏飯って言うけど、別に、普通俺納豆ご飯とかめっちゃ好きなんだけど、納豆ご飯とか牛丼とかめちゃめちゃ好きなんだけど。俺が別に100億、200億あろうが、普通に納豆ご飯とか牛丼とか普通に食うと思うけど、普通に好きだもんだって。それは嘘だな、2万の焼肉とかばっかり。いや、ないね、ないない。俺別にどんだけ金持ちになっても納豆ご飯とか牛丼は絶対食うよ。で、普通に好きだもん、純粋に味が。BNF が立ち食いそば食ってるのはガチだと思う。まあでもあれガチっぽいよね。うん。わかる。あれはガチっぽい。だってさ、
どんだけいいもの食っても普通に立ち食いそばとか立ち食いうどんとか食いたくなるときあるもんね。わかるよ、あれはガチでしょ。うん、だってさ、まあ、例えばさ、まあ、高級な焼肉とか高級なステーキとか、まあ、俺も食ったことあるけど、もう2万3万するようなのとかね、まあ、それこそ6万ぐらいするようなのも食ったことあるんだけど、まあ、一食でね、一人で。でもそれ食った後、その味をもう知っちゃったわけじゃん。でもその味を知った後でも、普通になんか立ち食いそばとか立ち食いうどんしか今日は受け付けないみたいな日あるもんね。焼肉とか食った後でも、味を、その焼肉の味知ってても、あ、今日は焼肉とかよりも絶対うどん食いたい時とかあるもん。うん。無性に立ち食いそばとか食いたくなる時あるもんな。いや、その時の気分ってあるじゃないですか。今日無性にラーメンしか食いたくないとかさ、あるでしょ。今日は高級な焼肉よりも絶対ラーメンの方が食いたい、ラーメンしか食いたくないって時あるやん。で、ラーメンなんて別に高級な食べ物じゃないじゃん。どんなに高いラーメンでも1万のラーメンとかないでしょ。1万のね、1万の焼肉よりもね、まあ、600円そこそこのラーメンの方が食いたいって時あるでしょ。別に値段とかじゃなく、そういうことを言ってるの。そういうことってこと。数万のラーメン存在する。まあ、世の中広いから数万のラーメンあるかもしんないけど、一般的に考えたら1万のラーメンなんてないじゃん。うん。で、あとはほら、食にも好みがあるから、うん、本当に世の中そんなもんだと思うよ。本当に別にさ、高級な焼肉よりも、普通になんていうの、うどんとかラーメンのが好きって人も中にはいるだろうし。うん。DNA はうどんがうまいって言った。いや、うどん普通に美味しいからね。うどん普通に美味しいわ。俺、天玉うどんが好きですね。昔はね、肉うどんが好きだった。昔はね、七海誠の影響で、七海誠が肉うどんばっか食ってるのを影響されて、まあ、七海誠知らない人はググってください。で、俺ずっとなんか肉うどんばっか食ってて、肉うどん好きだったんだけど、今は肉うどんよりも天玉うどんが好きですね。で、うどん屋によって、その、天玉うどんがないとこあるんだよね。でも、そういう時って、月見うどんか天ぷらうどんを頼んで、天ぷらか卵をトッピングすれば実質ね、天玉うどんだからさ。天玉うどん美味しいんだよな。あのね、生卵がこう溶けるやん。生卵が溶けて、その生卵が溶けた生卵と天ぷらが絡んだところが美味しいんですよ。で、その生卵が絡んだ天ぷらを食べた後に、その口の中にまだそれが残ってるところに、こう、うどんをこう流し込む感じ。うどん、生卵、天ぷら、すべてがこう、口の中で 3個が全部マッチングする感じが美味しい。
いや、天玉うどん美味しいよね。山田うどん、天玉うどんがうまい。いや、山田うどんの天玉うどんはそんな正直あんま好みじゃない。山田うどんは絶対に肉汁うどんが美味しい。あと肉うどん。でもなくなっちゃったんですよ。肉うどんは。でも肉汁うどんまだあるから。山田うどんは一番肉汁うどんが美味しい。天玉うどんはね、正直そこまで美味しくないですね。山田うどんの。山田うどんの天玉うどんは、なんかね、まあ、好みもあると思うんだけど、俺の好みではない。なんでかっていうと、山田うどんのね、天玉うどんはね、なんて言うんだろう。天ぷらが、ちょっと固めなんですよ。天ぷらが固めで、生卵を、こう、天ぷらと混ぜようとしても、ちょっと固めだからうまく染み込んでいかないんだよね。天ぷらに。で、それでいて、麺がちょっと結構しっかりしてて、結構弾くんすよね。なんかその、つゆとか、なんか、つゆとかをこうあんま染み込まないんですよ。なんかその、ちょっと固めでね、つゆがあんま染み込まない感じ。弾く感じ。そう。だから、その、麺と、天ぷらと、その卵が、あとスープ、つゆがね、全部絡む感じ、マッチングする感じがちょっとなくて、俺好みじゃない。なんか、それが全部こう、マッチングするような感じのが好きなんですよ。じゃ批判してるわけじゃない。これ、別に表現の自由ってものがあるし、別に山田うどんに関しては、天玉うどんはそんなあれだけど、肉汁うどんは美味しいって言ってるかな。で味の好み言ってるだけでね、いちいちうるさいんだよ、君たち。何が批判だよ。うん。こんなのがアウトだったら食べログとかどうなるねん、マジで。食べログとか、うん、あんま美味しくないですとか。星5をつけなかったやつみんなダメだろ、アウトだろ、そんなこと。アホか、お前ら、マジ。憲法には表現の自由ってものがあるねん。うん。完食しました。ピザ出前して食べてください。あ、でもさ、ガストのピザ食いたくなった。ガストのピザ、多分10年は食ってないと思うんですけど、15年ぐらい食ってないと思う、多分。なんかね、2日前、昨日だかな、に、なんかガストのピザの話題になってね、配信でね、僕のニコ生で。で、ガストのピザとかなんかあんま美味しいイメージがなくて、でもなんかコメントでガストのピザ美味しいぞって言われて、あ、そういえばもう多分10年以上食ってねえなと思って、久々に食ったらうまいのかなと思ってさ、もうガストのピザの味もなんとなくもう忘れちゃってるんですよね。あと10年ぐらいはもう食ってないから、少なくとも。味も変わってるかもしんないし、なんかそんなこと言われたら、そういえばガストのピザって今どんな感じなんだろうと思って、ちょっと食いたくなったんだよね。多分10年以上食ってないと思う。ガストのピザとか。ピザなんて変わらんだろ。いやいや、変わるでしょ。普通にピザ変わるやろ。待って、ほんなら、じゃ、例えばさ、スーパーのピザと、ピザーラとかのさ、ピザどっちが美味しいっていう話よ。まずかったらメニューから聞いてる。いや、そんなことないでしょ、別に。別にまずいメニューがずっとあり続ける店だってあるでしょ、それ。